おはようございます。今日も一日頑張ります。ということで今日なんかチームの人が、飯届けてくれるらしいんで、それを食べてからスタートします。Thank you. Thank you. さあ、飯が届きました。一つはキャベツ。もう一つはオープン。おー、うまそう。すごい。なんだろう、これ。はい、ということで、このクロアチア料理。で、まずこのお肉の方から食べていきます。いや、多分これ、切り応え的に豚肉ですかね。じゃこれ、いただきます、クロアチア料理。なんか、まあ、肉はほんと豚肉なんですけど、タレが、なんて言うんだろうな、このタレです。ちょっと例えれない、すいません。とりあえずめちゃくちゃうまいです。じゃあ、このちょっと、食べてみて、いただきます。あ、外の衣が、めっちゃサクッとしてて、中ほかほかのじゃがいもで、めちゃくちゃこれは、美味しい。食べ応えがある。いや、クロアチア料理。ぜひ完食、ごちそうさまでした。はい、準備して練習に向かいます。怖い。いや、怖い。今日、今から、久々に GK コーチに会いに行きます。今いるチーム、違うんですけども、このチームの時、お世話になった GK コーチが、ちょっと家来いということなんで、今から、向かいます。では。ここが、いや、うん、久々。めっちゃ太ってる。これですね。やめ。おお。あずさ。わ。かい。かい。はい、はい、いいやだ。はい、はい、はい、ルバー。next to Brooklyn Home。it's good. Thank you.フバラ。焼くとこうなります。わお、good。good good good。What is this name? ポハネパラチンゲ。ポハネパラチンゲ。あ、it's difficult to say。ポハネパラチンケ。スープスープ。これは小麦と卵と小麦と卵とチーズとハム、right? ハム、yeah.
トを混ぜたクロアチアの、クロアチア風？いやめっちゃ有名な食べ物らしいんだけど、まあ、この人は分かんないですけど、あとで食べてみます。いやなんかクロアチアの風が We have experience to Japan? What is the famous food in Japan? Foods, I don't know, Shibuya, Ginza. What's the name? Plum jam. Plum jam. なんかフルーツのジャムをホームメイドのやつをいただきました。素晴らしい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 。私は寿司が嫌いです。嫌いです。パーフェクト。Cindy, what do you mean? Sit. Ah, sit. Yeah. I see. Good. Good.はい、ってことで帰宅してきました。まさかの帰ってきたら台所の水が漏れてて、しかももう水道が今日は使えないということで、はい、アウトでございます。マジでこれはきつい。もう本当に困る。こういうのがしょっちゅうあるからね、海外は。本当に、はい、毎回サッカー の, その友達と、オンラインでミーティングしてるんですけど、その資料作りをしております。一個自分のリラックス方法というか、なんかこういうのが嬉しいなっていうのが YouTube のコメント毎回読ませてもらっています。はい、でまあここにテロップ貼りながら説明しますが、まあ、嬉しかったら3つ紹介します。1つが高3で165センチで GK をしています。いつも動画を見て勇気もらってます。手がちっちゃくても世界で戦えるということをクロアチアで証明してください。これからも応援しています。頑張ってください。いやもうね、めちゃくちゃ嬉しい。正直自分こういうちっちゃい身長で戦ってるんで、まあ本当世界で戦えるということを証明していきたいと思います。で次にすごい嬉しいのが、息子が中3でクラブで GK しています。受験生で GK 続けていく上で進路に悩んでいます。息子にもこんな環境でやれたらと思っています。 GK は奥深く大好きなポジションです。配信楽しみにしています。こういったいろんな人が応援してくれてるっていうのは嬉しいですね。はい、ラストにしようかな。まあまあいろいろやっぱ嬉しいんで、どんどんやっぱコメントはしてきてほしいです。本当にもうめちゃくちゃ刺激になってますし、なんかこうやってコメント通して会話したいですし、コメント本当にお待ちしております。最後じゃあこういうの紹介します。開幕戦お疲れ様です。リーグ優勝に向かって頑張ってください。応援してます。いやもう本当に嬉しいです。頑張ります。蜂が侵入。でかっ、でかい蜂侵入。はい、お疲れ様でした。今日はもう寝ます。はい、今日これでもう YouTube は終わるんで、チャンネル登録といいねと、まあ、ぜひ高評価よろしくお願いします。はい、まあ明日も海外生活頑張っていきます。ありがとうございました。ホーム第3戦目があります。いい緊張感ってやつかな。